どうも、奪い立ての年男と、あいみやんき、まいこだよというわけですね、はい、本日は、まいこさんとの、コラボとなっております。よろしくお願いします。慣れない感じですね。というわけで、この、動画は、前編、あ、じゃなくて後編か、はい、後編となってますんで、前編はまだ見てない方は下に概要欄にまいこさんのチャンネル貼ってるんで、前編見てから見てもらえるとより楽しめると思いますんで、よろしくお願いします。はい、そうですね、後半これから4時間、はい、頑張っていきたいと思うんですけど、ちょっと雨がね、はい、パラパラ降ってきて、でも結構鳴りはだんだん良くなってきてる感じですね。じゃあやっていきたいと思います。そうですね、まあ同じ配達員プラス、まあ、動画撮ってる中っていうのはなかなかいないんで、足立区の中で、うん、なんでちょっとね、親しくなれるんじゃないのかなと思ってパッて見たら、あいつバイク買ってんだよね。ふざけんなって感じだよね。この際どっちが、足立区の主っていうところを、まあ、証明してやろうかなと思います。まだ出してないんですけど、俺本気モードっていうモードがあるんだ。知らない？知らない？ごめんなさい。知らない？知っとけよ、ほんと。ごめんなさい。知っとけよ。そう、お前。まあ、まあ、ちょっとね、まだ稼働してないんだけど、ちょっと今見せてやるから。これが、俺の本気モードです。わかる？この反り込みの感じ。五輪風。わかる？わかる？この反り込み。わかる？まあ、これをすることによって、まあ、なんだろうな、視界良好になるんだね。で、その視界良好。わかる？わかる？ごめんなさい。ごめんなさい。まあ、いつも通りやるだけですね。で、もう3000円の差ついてるんで、まあ、このままやっちゃえば、また3000円ついて、まあ、6000円の差になっちゃうんで、それはちょっとかわいそうかなっていう、あれなんで、まあ、ちょっとね、動画のことも考えて、まあ、ちょっと稼働したいなって思ってます。まあ、とりあえず休憩して、でそこからまあ休憩して、で、休憩しようかなって思ってます。休憩して、休憩して、で、休憩。まあ、そうですね、まあ、自転車対バイクの、まあ、対決ってことで、まあ、やらなくてもバイクが勝つんだろうなとは、まあ、思ってたんですけど、まあ、でもちょっと、政権さんと富市さんの、前回のね、2、3ヶ月前の動画見て、まあ、自転車が勝ってるんで、まあ、一回ね、白黒つけた方がいいなって。まあ、自分の中で思ってたんで、まあ、オファーを受けました。よし、ボーン。OK です。というわけで、ウーバーイーツオンライン。よし。では、僕は引き続き、マグロやるんで。マグロ？じっとしとけ。じゃあ。はい、とりあえずですね、後半戦、1本目になりました、サライケバブですね。こちらもピックアップ完了して、こちら、千住内でお届けでございまして。というわけですね、2本目、吉野家ですね、こちらピック完了いたしました。これもなんかめちゃめちゃショートで、もうめちゃくちゃ楽チンなんですけど、ごめんなさい、マイコー案件取りまくってます。よし、ということで、モスバーガーの、商品受け取りまして、今からお家に向かいたいと思います。場所がこれ、吉川ですね。なんで、多分割愛という形で多分表示されると思います。よし、行きましょう。よし、終わり。よし、次行きましょう。取りました。よし、ということで行きましょう。柳原に行きたいと思います。結局自転車配達員はコンスタントに短くだから、回数稼いでいきましょう。行ってきます。よし、よし、ということで次だ。はい、じゃあこちら北千住からですね、町屋の方に、向かいたいと思います。ちょっとね、ご飯食べてちょっとなんかね、だるくなってきちゃったんで、ちょっと喋りが多分減ると思います。なんでちょっとこの辺のね、喋りはちょっとマイコーに任せようかなって思ってます。じゃあマイコーにチェンジ。失礼します。ありがとうございます。さて、北千住にございます、ビッグドンキーの商品を受け取りまして、今からお家に向かいたいと思います。場所はですね、西新井に、今から向かいたいと思います。僕、ベンチャリなんですよね。足で漕ぐんです。充電があと 9% なんです。自転車の
ゼロになりました、電源。おんもおんもくそ、あとちょっとなんだよ、あとちょっとなんだよ、配達先。これはまた違うところを借りなきゃいけないな。オッケー、配達終わりました。西新屋寮が目の前に見えます。よし、これにしよう。こいつだ。というわけですね、8時間稼働もね、残すところ、1時間切りました。というわけですね、ちょっと今まではちょっと雨が降ってたんで撮影はちょっとしてなかったんですけど、残り1時間は、撮影したいなと思います。というわけですね、もう何件目か忘れましたけど、こちらサーモンキングダブルで、撮りました。ここのお店はもうゴーストレストランで、なかなかもう街もそんななくてね、僕は結構好きなんですけど。はい、というわけで、サーモンキングダブルピックアップ完了としました。1軒目が梅田の方に行ってまいります。まあ、もう残り50分は切ってるんで、まあ、このダブルやってもう1軒ショートやって終わりでいいかなっていう感じなんですけど、ちょっとまた雨降ってきましたね。ちょっと雨は降ってきてほしくない。ライコーは今日ずっと北千住でやってるの。さて行きましょう。2つ、あるんですけど、1軒目が、足立区の、ちょっと川越えたところですね。で2軒目が、ちょっと遠いっす。結構自転車配達すぎるコンスタント短くだから、はい、よくわかんないけど多分遠いっす。うん、ちょダブルで来たんでちょっとわかんないですけど、まあ後で多分お知らせします。行きましょう。よし、ということでダブルのうちの1軒配達が終わりました。さて次行こうと思うんですけど、大失敗ですね。多分今日一番やべえロング距離なんじゃないですかね。青戸に行きます。結構自転車配達員はコンスタント短くだから、やらかしたやらかしたー。バケモン距離、バイク並みのバケモン距離。なんで雨なのにバケモン距離出るの、なんで。ダブルの2軒目は、元木の方ですね。元木かな、元木か分かんないですけど、まあこの距離だったら多分もう1軒行けんじゃないかな、なればの話ですけど、まあ、ちょっと雨もちょっと強くなってきたんで、まあ普通になってくれんじゃないかな。はい、ダブル2軒目完了いたしました。残り時間がね、あと24分ということで、うーん、まああと1軒やりたいな、あと1軒やりたいですけど、まあぶっちゃけね、やらなくてもね、もう勝ってるんですよ多分ね。マイコーはね1万円いってんのかな。あ、これはいかない。なんであと1件、まあやんなくてもやってもどっちでもいいんだけどね、どっちでもいいんですけど、まあまあまあなればやりましょうかね。あ、間違えた。じゃあね、あと 20分ぐらいですけど、とりあえず北千住、戻っていきたいなと思います。はい、じゃあ本日ねラストピックが、こちらテックスメックスカフェというところでございます。じゃあねラストピック行ってきましょうか。よいしょ。青と行かなきゃいけないのか、めんどくせー。行ってきます。結構自転車配達するよ、コンスタント短くだから。あー、終わっちゃった。終わっちゃったわ。8時間お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ああ、
はい、スマホちょっとスマホ忘れちゃいました結果発表じゃあ、はい、したいなと思います、はいはい、じゃあまずお互いの件数発表しましょうか、はい、まず件数ですね、はい、件数です、 ですじゃあ先にじゃあ僕から、はい、じゃあ件数を発表したいなと思います。お願いします。はい、じゃあ僕の件数が、23件でございます。うわはい、お疲れ様です。お疲れ様です。で、僕がですね、はい、23件です。あ、23件同じということで23件です。はい、つまりはですよもう私の言い方はつまりはですよ。つまりはです。まあ、まだわかんないですからね。まだわかんないです、ね、まだわかんないですからね、はい、お願いします。はい、で、あれですね、さっき休憩しますって結構言ったんですけど、はい、まあ、30分ぐらい休憩したんですよ本当に休憩30分して23件なの、ふざけんなよじゃあ私、年男の、8時間稼働の売り上げは14,339円でございます。で、ここに一応クエストの1500円分と、冒頭でも、言ったガソリン代500円を引いて、2000円を、引きますと、12,339円ということで、うん、マイコー選手は12,000円以上ね、稼がれていれば、勝利となるわけですけれども、ちょっとね顔が渋いんですけれども、まあそうね、まあバイクと自転車ということでね、ちょっとなんか声が弱くなってきた。そうだね声が弱くなってきた。そうだね、いきます。23件で、はい、7,931円です。お疲れ様です。前半戦です前半戦の金額です、バイクの。はい、2倍近くなぜ、8時間稼働して1万もまだないですね。な俺呼ばれちゃってるよ俺あ、ちょっと雨もねあったりまあちょっとね、はい、あの予定とはちょっと違かったんですけど、はい、まあこの動画見ていただいて、自転車と、バイクの単価が、かなり違うってことが大変分かったと思うんで、はい、で今までまあ僕とマイコさん、結構強めに言ってたんですけど、結構茶番というか冗談で言ってるんで、くれぐれも真に受けないでほしいなっていうのが僕たちの本音で、そうですね、ブレーキングダウン見すぎましたみたいな感じなんで、見すぎました。全然僕も自転車の良さだってあるし、ただ今の単価はちょっと低すぎるんで、まあ、今後ねちょっとウーバーさんは、まあ、自転車の単価ねもうちょっとね、うん、そろそろ上げてもいいんじゃないかなってちょっと思うんで、ぜひねウーバーさんご検討をよろしくお願いします。本当によろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自転車にもいいところあるし、もちろんバイクにもいいところあるし、ただ今はバイクの方がやっぱね、もう極端に稼げるんで、うん、ちょっと自転車の人がね多分真面目に頑張ってる人も多分たくさんいるだろうし、うん、なんでこの単価のね差はちょっとね本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく、はい、というわけで、このね動画が面白かったなとか役に立ったなと思ったら、グッド評価とチャンネル登録を、概要欄に山彦さんのチャンネルも貼ってるんで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ではじゃあまた、次の動画でお会いしましょう。多分またね上がると思うんで、はい、はい、バイビーバイビー。焼肉はじゃあおごりということで決定したわけですけど、じゃあ後日また焼肉行ってるあれはちょっと動画にするんで、じゃあ舞子さん焼肉ごちそうさんです。牛角でいい